今回江口さん小泉さんとのご共演というのはいかがでしたか。率直でいいですよ、はい、何ですかね、10年前も孝太郎さんを追いかけ回すという役をやったんですよ。ドラマでしたっけ。ドラマ で、ね、はい、まあ、ストーカーですよね。孝太郎さん全然私に気持ちはないという役 でまた今回もこういう役で、また小泉孝太郎を追いかけるのかと思って、何なんだろうなと思いましたけど、まあ一緒に芝居して時間を過ごして、まあ、孝太郎さんって本当に面白い方なのでね、だから一緒に時間過ごせてよかったです。ありがとうございます、はい、そうなんです。僕 ある連続ドラマなんですけどね、まあ、言っちゃいましょうか、名もなき時計って TBS の連続ドラマだった。もう精神的にも本当追い詰められたんですね。でまた今回もある意味追い詰められて、江口さんが今回映画の撮影現場で、私はやっぱり孝太郎さんとはご縁があると、10年に一度のサイクルで孝太郎さんを追い詰めてる私は、それが僕はすごく嬉しくて、やっぱり芸能界いろんな方とこう一緒の作品ありますけど、共演すまたこう会うこともありそうで、やっぱり奇跡的なことなんですよね。それが夫婦役で、しかもまた僕追い詰められる、これは本当何かこう巡り合わせというか、だから自分自身また10年後が楽しみですよ。10年後もまたそういった役で、はいはい、はい、ぜひお願いします。愛に乱暴大ヒットを祈願して、チェンソー入刀、よいしょよいしょよいしょ。